今月も年金と給料がたんまり入ってきたぞ。これだけあればいい生活ができるぞ。レシオタイム。今日は朝から豪勢に卵焼きといくか。卵も高くなってるけど栄養はつけないとな。俺の名前は高部一郎、67歳の年金受給者だ。ほほほ、まだ今月も3万残ってる。給料日が25日だから余裕で乗り切れるな。年金は月に10万ほど。この他にバイトもしていて5万の副収入がある。あとは貯金が100万ちょっと。俺は転勤を繰り返していたため退職金をもらっていない。それでもバイト代と年金で生活もなんとかなっていたし、悠々自適な毎日を送っていた。年金は偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれる仕組みだ。おお、今月も20万円分入ってる。こいつで2ヶ月間頑張るぞ。それに25日にはバイト代の5万も入ってくるからな。通常年金支給日間近になると年金生活者は金に困ることになる。でも俺はバイトしている給料が1ヶ月に一度入ってくるのだ。こいつがあるおかげで極端な節約生活をしなくても生活できるんだ。さーて、年金支給日はスーパーで食いたいもんを思いっきり買うぞ。やっぱり金があると何でも買えていいよな。俺は年金支給日にパーッと食いたいものを思いっきり買う。この日に安い冷凍食品や惣菜なんかも買っておいて冷凍しておくんだ。そうすれば好きなものがずっと食べられるからな。こうして俺は食べたいものを思いっきり買うのだが、なぜか年金支給日前には食料も金も尽きる。おかしいな、ちゃんとバイトの給料も入ったのに、なんで金が足りなくなってるんだ。ついでに冷食や惣菜も足りなくなってる。どうしてなんだ。そんな感じでリッチなはずの俺の懐は年金支給日間近には火の車。どうしてこんなに金がなくなっちまうんだ。俺はその悩みを解決すべく弟の二郎の元へと向かっていた。二郎は中小企業に勤めていた俺と違って自分で飲食店をしていた。さらにかみさんもいて2000万以上貯金しているそうだ。で、なんか年金生活になっても余裕のある暮らしを送ってるんだよな。やっぱり投資とかで結構金を儲けてる感じなのかな。俺にもそのやり方とか教えてくれるといいんだけど。そして俺が弟に金の話をすると、なあ、こんな豪勢な手作り料理が出てくるってことは何か投資とかやって資産形成してるのか、その配当金が毎月入ってくるとか。ふぅ、何言ってるの兄さん。俺投資はNISAぐらいしかやってないよ。あとは若い頃に買った不動産からのお金ぐらいかな。え、そうなのか。お前って年金暮らしになってもいい生活してるからてっきり何かしてるのかと思ったけど。申し訳ないけど俺たちの夫婦の月の年金は12万ちょっと。息子と一緒に住んでるから生活に余裕はあるけど、俺たちみたいな無収入の年金生活者の夫婦世帯は月25万ぐらい生活費が必要だって言われてる。正直工夫しないと生活していけないレベルだよ。そんなに生活費がかかるのか。あくまで例えの話だよ。例えばだけどさ、兄さんってちゃんと家計簿はつけてる？あー、それはしてないな。ちょっと待って、月の支出も把握してないってさすがに危なくないか。そうか、バイト代も月に5万は入ってくるし大丈夫かと思ってるんだけど。例えば食費はどのくらいかかってる？わからないけど4万以上はいってるかもな。いつも食べたいものを年金支給日に思いっきり買って冷凍しとくんだ。
あとビールとかもたくさん買っちまうな。それで貯金切り崩したりはしてないよね。ああ、どうしても足りなくなるとバイト代からちょいちょいとな。あと貯金からも拝借したことは何度かあるな。兄さん、それはやっちゃダメだよ。え、あ、どういうことだよ。まず収入と支出を理解してないと、どのくらいのお金が生活費に必要なのかも把握できない。どんぶり勘定じゃちゃんとお金の把握もできないよ。そんなのたまらなくて当たり前。そうか。あと今はバイトしてるからいいけど、そのバイトができなくなったらどうするの。確かに月に10万で生活はきついな。そうだろう。いつまで仕事をするか決めてないで生活してるのはとても危険だよ。働けなくなった時のことを見越して仕事や貯蓄はしておかないと。それを言われると痛いな。だから今のうちに働けなくなった時のことも考えておいた方がいい。あと兄さん、しょっちゅう日帰り旅行とかに行ってるけど、月の年金とバイト代ってそんなにあるの？いや、金が残っているとついつい欲しいものとか買っちゃう癖がついててな。それがなかなか治らなくて。それは絶対に直した方がいいと思うよ。特に俺とカミさんはちゃんと節約して余ったお金で食事行ったり旅行行ったりしてるから。俺もそうするように心がけるよ。本当か？あ、まずは家計簿つけるところからだよな。あとこれは余計なお世話かもしれないけど、家賃も安いところに引っ越しできるんじゃないかな。でも今のところぐらいしか俺ぐらいの年齢で貸してくれるとこないんだよ。兄さんは一人暮らしで所得もそんなに高くないから市営住宅に移れるかも。なるほど、市営住宅は考えたことなかったな。となるといくらぐらい家賃が安くなるんだ？今のところがちょうど5万ぐらいするんだが、市営だともしかしたらその半分ぐらいで借りられるかも。本当か？ちょっと役所で聞いてみるか。あとやっぱり投資は必要かな。俺の場合、積み立ての年金保険や不動産で家賃収入も得てるからね。それで神さんと一緒にどこかに行く余裕があるのは事実だよ。なんだよそれ、羨ましすぎるぞ。でも不動産を買ったのは20代の頃なんだ。この家もローン払い終わってるし、家賃は実質0円だな。若い時から今に至るまでいろいろと軌道に乗せるのも苦労したんだ。それを今からやるのは遅すぎるよ。確かに今から投資でもやろうと思っても元でもないし、株などの投資は普通の人がやる分には長年投資するからこそ価値が出るものなんだ。今からやっても遅いってことか。株式投資なんてそれこそ若い頃からやってないと意味ないからな。なんか次郎の話を聞いて、日々の生活費の見直しが一番大切なんだって気がついたよ。まずは家計簿をつけることと家の引っ越しを考えてみるよ。明日仕事休みだから市役所行かなきゃ。まずはやれることからしないとね。こんな感じで俺は次郎に話を聞いてもらい、生活費の使い方を改めることに。ついでに市営住宅に入れるかどうか尋ねるために市役所に行くことにもした。とそこに、あれ、一郎おじさん来てたの？いや、サブロ、久しぶりだね。大きくなったな。俺もう30代なんだけど。まあいい、俺にとっちゃいくつになっても甥っ子だ。ほらよ。え、いいの？まあ受け取れって。俺は甥っ子に会えた嬉しさでついつい金を渡してしまったんだが。兄さん、そういうところは直しなよ。もう三郎はでかいんだし、小遣いを渡すこともないって。でもいいだろう、このくらい。毎月15万ちょっとの生活費でやりくりしている人が何言ってるんだよ。それは俺はそのことを次郎にきつく注意されてしまった。確かにこういうところから直していかないとな。俺はまず家計簿をつけるところから始めたんだが、
月の食費代が5万以上かかってるぞ。こりゃちゃんと見極めて安いものを買わなきゃダメだ。ちゃんと飯も食えなくなる。俺は月の食費が5万以上もかかっていたことに驚愕した。そこに家賃の5万と水光熱代が1万ちょっと入ればもう11万がなくなる。その他に携帯代が4000円と医療費が2万ちょっと、雑費で2万ちょっと飛ぶから、ああこりゃちゃんと使わないと完全に赤字だ。もう外で喉が渇いても自販機でジュース買うのもやめよう。これは毎月の生活費が15万ギリギリであることに驚愕した。まずは食費を削らないと余裕のある生活は難しい。俺はまず食生活から見直すことに。年金支給日にはいつも食べたいものを山ほど買ってたけど、そりゃやめよう。その代わりになるべく手作りで食えるものでも買うか。それなら少しは価格も抑えられるからな。俺はしばらくしなかった料理をすることに決定。外食もお惣菜を買うのをしばらく我慢して自炊を心がけた。すると今日は25日の給料日。でもこの金は引っ越しの費用に取っておくか。市営住宅にも移れそうだしな。俺はバイト代を引っ越し代のために取っておくと決意。もし使うとしても次の支給日まで金が足りなかったら使おう。そしてその後、俺は金をため市営住宅に引っ越しをした。さらにそこから2ヶ月後、だいぶ余ったお金も貯金に回せるようになってきたな。現在俺は働かなくなった時のことも考えて少しずつ金を貯めている。今までの無駄遣いは取り戻せないけど、これからはそうならないようにしないと。人生いつまで続くかわからないもんな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。